3億円事件。3億円事件は、東京都府中市で1968年12月10日に発生した窃盗事件である。3億円強奪事件とも言われる。1975年、昭和50年12月10日に控訴事項が成立し、未解決事件となった。日本犯罪史において、最も有名な犯罪の一つにも数えられ、 劇場型犯罪でありながら完全犯罪を成し遂げたこともあり、この事件を題材として、フィクションノンフィクションを問わず多くの品が制作されている。現金輸送車に積まれた東京芝浦電機、現、東芝従業員のボーナス約3億円、2億9430万7500円が、白バイまで用意した偽の白バイ単位に奪われた事件である。 3億円強奪事件とも言われているが、事件のあった日本においては、本件犯行は、強盗罪には該当せず、窃盗罪となる。犯人が暴力に訴えず、計略だけで強奪に成功していること、盗まれた3億円は、日本の保険会社が支払った保険金により補填され事件の翌日には、従業員にボーナスが支給されたこと、その保険会社も、 また再保険をかけており、日本以外の保険会社によるシンジケートに出サしていたことから補填されたために、直接的に国内で金銭的損失を被った者がいなかったという認識、並びに被害金額2億9430万7500円の頃から憎しみのない強盗とも言われる。一方で、マスコミの報道被害を受けこ年自殺した人物や、捜査の過労で殉職した。 警察官2名が存在する。警視庁捜査において、容疑者リストに乗った人数は実に11万人。捜査した警察官のべ17万人。捜査費用は7年間で9億円以上が投じられる。空前の大捜査となったが、1975年、昭和50年12月10日、控訴事項が成立、事項期間7年。1988年、 昭和63年12月10日、民事事項成立、事項期間20年、日本犯罪史に名前を残す未解決事件となった。この事件以来、日本では多額の現金輸送の危険性が考慮されるようになり、企業従業員の給与、賞与等の支給を金融機関の口座振込みとしたり、専門の訓練を積んだ警備員による現金輸送警備が増加た。 被害金額3億円は現金強奪事件としては当時の最高金額であった。これは平成26年2014年の貨幣価値に直すと消費者物価指数で見れば約3.5倍の約10億円の価値に当たる。また大卒の初任給を手がかりにするなら当時は約3万600円ほどと言われており2016年の 初任給20万3800円と比較すれば、約6.66倍となり、約20億円の価値に当たる。その他にも50から100億円の価値とする意見もある。いずれにせよ、その後の現金強奪事件では金額こそ、本事件よりも、強奪金額が多い事件があるが、貨幣価値においては未だ、日本最高である。1968年、 昭和43年12月6日、日本新宅銀行、後の三菱 UFJ 新宅銀行、国分寺支店長宛てに脅迫状が届いた。翌7日午後5時までに、指定の場所に300万円を女性行員に持ってこさせないと、支店長宅を爆破するというものであった。当日、警察官、約50名が、周辺に張り込んだが、犯人は現れなかった。4日後、 12月10日午前9時30分ごろ、日本新宅銀行国分寺支店、現存せずから、東京芝電機、現、東芝府中工場へ、工場従業員のボーナス約3億円、2億9430万7500円の現金が入ったジュラルミンのトランク3個を輸送中の、現金輸送車、セドリックが、府中刑務所裏の府中市栄町、学園通りと、 通称される通りに差し掛かった。そこへ、白バイ隊員に変装して偽装白バイに乗った、犯人が、オートバイに被せていたと思われるシートを後方に、引っ掛けた状態のまま現金輸送車を追いかけ、現金輸送車の前を塞ぐようにして停車した。現金輸送車の運転手が窓を開け、どうしたのかと聞くと、あなたの銀行の巣が持店長宅が爆破され、 この輸送車にもダイナマイトが仕掛けられているという連絡があったので調べさせてくれとって輸送車の車体下周りを捜索し始めた。4日前に支店長宅を爆破する胸の脅迫状が送りつけられていたこともありその場の雰囲気に銀行員たちは飲まれていた。犯人は輸送車の車体下に潜り込み爆弾を探すふりをして隠し持っていた発煙筒に点火。爆発するぞ。 早く逃げろ。と銀行員を避難させた直後に輸送車を運転し、白バイをその場に残したまま逃走した。この時銀行員は警察官が爆弾から遠ざけるために輸送車を退避させたと考え、勇敢な人だと思ったという。しかし、路上に残った発煙筒が自然沈下した後、オートバイに詳しい輸送車運転手が残された白バイが偽物と気づいたことから、 警察官は偽物であり現金強奪事件であることが早くも判明した。9時50分に伊豆、小笠原を除く東京都全域に緊急配備が敷かれた。くしくもこの日は毎年恒例の歳末特別警戒の初日であった。警視庁は要所で検問を実施したが当初は自動車の乗り換えを想定していなかったこともあり当日中に犯人を逮捕することができなかった。 三億円事件が起こる前、1968年4月25日から1968年8月22日まで、玉農協へ現金要求や崩壊予告や爆弾予告をする脅迫が、脅迫状、脅迫電話、壁新聞投げ込みで、軽急回発生した。この事件は、脅迫日が東芝の給料日だったこと。 脅迫状の筆跡が12月6日に送られた日本、新宅銀行への脅迫状の筆跡と同一とされたことから、玉農協脅迫事件と日本新宅銀行脅迫事件と3億円強奪時の3事件が同一犯によるものとされた。6月25日に玉農協を脅迫する文章の中では、横須賀線は、卑怯門という文言が入った脅迫状を送っている。 横須賀線とは脅迫状を送る9日前の6月16日に国鉄横須賀線大船駅発生した横須賀線電車爆破事件について触れたと言われている。なお、脅迫状作成当時は横須賀線電車爆破事件の犯人は不明だったが3億円事件発生1ヶ月前の11月9日に潤玉良樹を 弁ンとする犯人が逮捕され、3億円事件の控訴事項直前の1975年12月5日に死刑執行された。犯人が残した遺留品が120点もあったため、犯人検挙について当初は楽観ムードであった。ところが、遺留品は盗難品や一般に大量に出回っているものであったため犯人を特定する証拠とはならず。 大量生産時代の壁に突き当たってしまった。犯人の主な遺留品は以下の通り。府中市栄町3の4の府中刑務所北の学園通り、府中刑務所裏。3億円強奪事件が起きた路上。遺留品には偽白場が残った。国分寺市西本町3の26の国分寺史跡7への、当近くの本岳墓地の入り口。 武蔵国分寺跡のくぬぎ林。現金輸送車であるセドリックが乗り捨てられていた場所。遺留品にはセドリックが残った。事件直前に、第二現場で濃紺のカローラが目撃されていたことから、犯人はここで、濃紺のカローラに乗り換えたと思われた。逃走者の乗り換えを想定していなかったことが、初動捜査で犯人を捕まえられなかった原因となった。府中市栄町。 明星高校近くの空地。犯行前に偽白バイをカバーで覆って止めていた場所。犯行前から無人の偽白バイがエンジンをかけっぱなしのまま置かれていたのが目撃されている。小金井市本町団地駐車場。第二現場で乗り換えたカローラが乗り捨てられていた場所。事件から四ヶ月後に判明。遺留品にはカローラと空のジュラルミンケースが残されていた。 現金をジュラルミンケースから取り出し移し替えた場所がこの現場である可能性が高いが団地駐車場という人目につきやすい場所であるため移し替えた場所は別の現場であるという遺説もあるしかし団地内の他社も捜査したところ別件の盗難車が複数台発見され大量の現金を扱うにせよ車両放棄にせよ団地内では他人への関心が薄いことをついたとする 犯人像を補強した。銀行に送り付けられていた脅迫状の切手に唾液の痕跡があり、B 型の血液型が検出されている。また、脅迫状は雑誌の切り張りで文字を作っていたが、その雑誌が発煙筒の巻紙に使われた雑誌と完全一致したことから、脅迫状を送った犯人と現金強奪犯が同じであることが明らかになった。 多摩農協脅迫事件と日本信託銀行脅迫事件の両事件で送られてきた脅迫状の文面の特徴として以下の特徴があった。脅迫状と発煙筒には電波科学と近代映画という二つの雑誌が使われていた。捜査機関は二つの雑誌の読者の成功を絞って犯人を捜査。しかし、電波科学はテレビ配線図などを機械改造を望む。 マニアックな理系読者、近代映画は芸能情報を望むミーハーな文系読者と二つの雑誌の読者の成功は両極端であり、これらの雑誌を置いている書店に聞き込みをしても二つの雑誌を併読している読者は皆無であった。その後の捜査で電波科学の読者にとって一番重要だった配線図のページが犯行に使用されていたことから、 本来の読者であれば違うページを使用したと推理し、捜査拡覧のために全く無作為に2冊の雑誌を購入して犯行に使用したものと結論して、捜査を打ち切った。事件の少し前に、偽白バイに関する目撃証言が集まっている。11月下旬朝8時頃に、府中市の指導を運転された青いオートバイ、12月1日深夜に、 京王線高畑不動駅近くで一方通行を逆向きに止めてあ、青いオートバイが目撃され、二つとも4桁のナンバーが東南白バイと同じであった。また12月9日午後8時40分には、府中市の交差点で不自然なスピードで走行する本物よりシートが高い白バイとのすれ違いに関する目撃証言がある。 現金強奪前の第3現場ではシートをかぶせられた白バイの目撃証言が寄せられた。現金強奪10分前の9時20分には何かを狙うように待機する白バイの姿が自宅に他主婦に目撃されている。また現金強奪30分前の9時頃に日本信託銀行国分寺支店から50メートル離れた空き地で銀行の出入りを伺う不審な。 レインコートの男を目撃した人物が4人にいる。4人の目撃者によるといずれも身長165センチから170センチで30代くらいの男である。直接の現金強奪の犯行現場となった第一、現場では4人の銀行員の他に、府中刑務所の職員、近くにいた航空自衛隊員などの目撃証言者がいた。しかし、これらの目撃者の証言は、 曖昧だったり勘違いだったりすることもあった。また、第二現場付近では泥水を車に跳ねられた通行人の主婦がすぐに車のナンバーを控えたところ、盗難された現金輸送車のセドリックだったことが判明している。国分寺市の造園業者の親子が運転中に乱暴な運転のノーコンカローラと寸でのところで接触事故になりかけ、カローラは猛スピードで 国分寺街道方面に消えていった。造園業親子は、カローラの運転手が、無謀の若い長髪の男で黒っぽい服を着ていて、助手席は無人だったのを目撃。ジュラルミンケースは見ておらず、車のナンバーを見ていないが、挙動不審な運転や濃根という目撃証言から、犯人が乗った、カローラ、玉五郎であることが確実視されている。 杉並区内の検問所で銀色のトランクを積んだ灰色ライト板を補足したが突破された。これが最後に目撃された犯人の姿と言われる。12月21日にモンタージュ写真が公表された。しかし、これは通常のモンタージュ写真のように顔のパーツを部分的につなげて作成されたものではなく、事件直後に容疑者として浮上した人物。 口実する立川グループの少年 S が犯人に似ているという銀行員4人の証言を根拠とした上で少年 S に告示した人物の顔写真をそのまま無断で用いたものでった。なお、捜査本部は実行犯を間近で目撃した4人の銀行員たちを刑事のふりをさせて S のツヤをしていた S 宅に招き S の顔を面通しをさせて4人全員が S が 実行犯に似ている、または良くていると答えている。あとに4人の銀行員は、事件3日後の12月13日に、銀行内での内話の報告では、警察の聴取とは異なり、犯人の人相記憶に一貫した説明ができなかったり、漠然としていて顔や肩の説明ができなかったり、一人は、車の窓の柱が邪魔になって実は、犯人の顔を見ていなかったと語っていたこと等が、 判明したことなどから、現金を強奪される際に、キーを差し込んだまま逃げた、通報が遅れたという、ミスを犯した、責任感に加えて、犯人の顔も覚えていないでは許されないという、重圧から証言に、大きなバイアスがかかっていた可能性が浮上した。また、後の警察の補充捜査で、4人の銀行員の、目撃証言について4人が同室で証言させられた、ことで、 他の銀行員の意見に引きずられやすい雰囲気の中で、長所が作成されたこと等の問題点が浮上している。本来、このような顔として示す程度のモンタージュ写真を犯人の実写と思い込んだ人が多く、そのために犯人を取り逃がしたのではないかという説もある。また、モンタージュ写真を見せて取材をしていた記者が、捜査本部に家にモンタージュ写真を持って男が話を聞きに来たが、 その男が写真に似ていたと通報されるなど、モンタージュ写真の公開によって、膨大な情報提供が寄せられたことが、かえって捜査を混乱させたという指摘がある。1971年に、犯人はモンタージュ写真に似ていなくてよいと方針を転換。問題のモンタージュ写真も1974年に、正式に破棄されている。しかし、その後も、本事件を扱った。 各種書籍などでこのモンタージュ写真が使用され、続けており、犯人像に対する誤解を生む要因となっている。なお、これらの経緯が初めて明らかになったのは、文芸春秋1980年8月号における、小林久蔵近藤昭治の友筆による記事によるものである。事件現場となった三玉地区には、当時学生が多く住んでいたことから、一帯にアパートローラー、 全室への無差別聞き込みをかけた。警察において、被疑者とされた者の数は十数万人に及んだ。事件現場前にある都立府中高校に在籍した高田淳二や伏せ明の名前もあった。もっとも、二人とも事件とは無関係であることが後に判明した。なお、事件自体が当時盛り上がりを見せていた。 学生運動の摘発を目的とする強引な捜査の口実として捏造されたとする陰謀論も存在する。通常の事件と同様に遺留品などから検出された指紋の照合も行われていた。しかし、上記の通り遺留品はどれも大量生産されていたものだった影響から照合する指紋の量が多すぎたことや指紋の照合をした。 警視庁監視機課の指紋係員がわずか3人と少数だったため大した効果は得られなかった。警察は事件当時に盗まれた3億円のうち番号が分かっていた500円札2000枚分100万円分のナンバー X227001AX229000A を公表した。この事件の犯人については単独犯なのか 複数犯なのかも不明であるが、目撃者や脅迫状の文面や遺留品から様々な犯人像が浮上した。ただし、単独犯説については以下の理由で否定的な見解がある。立川グループとは当時立川市で車両窃盗を繰り返した非行少年グループである立川市は府中市に近い。立川グループのリーダー格。事件当時は19歳。 容疑をかけられた状況証拠は以下の通り。だが以下のような反証が挙げられており、単独犯の場合は犯人ではないことを示した。S は事件5日後の1968年12月15日に自宅で父親が購入していた生産カリで自殺。S の自殺については自殺するような人間ではないとの少年 S の仲間の証言や生産カリが包まれた。 新聞紙には父親の文しかついていなかったことから疑問視する意見がある。1968年の12月21日に S に告示したモンタージュ写真が公開された。その後で警察は S を白と断定した。その劇場型犯罪にふさわしいインパクトからドラマや小説でこの説が取り上げられることが多いため警官の息子犯人説は 世間に広く知られることとなった。立川グループのメンバー。事件当時は18歳。容疑理由は、事件後に乗用車を購入したり、会社経営をしたりと、金回りが良くなっていたこと。そして、少年 S の1から3と同じ理由である。だが、血液型は AB 型であり、脅迫状の切手の B 型とは異なっている。また筆跡も異なっていた。 警察は、控訴事項寸前の1975年に、元少年 Z を最後の容疑者候補とする。1975年11月に、別件の強喝罪で逮捕するが、3億円事件の控訴事項前に釈放された。以下 K ・立川グループではないが、少年 S と交際があった、ゲイボーイ。事件当時は26歳。S の親族を除き、 S, S の事件当日に関する証言をした唯一の人物。K の証言は S は事件日にから3日前から事件前日に自宅の新宿のマンションで一緒に夜を過ごし明るくなった朝8時頃に自宅を出るのを見送ったと証言した。ただし朝8時というのは時計を見ていたわけでなく冬における外の明るさで判断としており雨が降っていたが傘や レインコートを貸した記憶がなかったなど、曖昧な点があった。また、K の証言では、初めて S と会ったのは、事件の20日前なのに夏、少なくとも4ヶ月程度前に一緒に旅行に行った、時に撮影された少年 S の写真を飾っていた、ことなど不可解な点があった。さらに、事件1年後に、外国に移住して、ゲイバーを開店したり、再び、日本に戻った時には日本では、 自宅マンションや2軒目のマンションを購入したり、事件7年後には実家に豪邸を建てたりなど、金回りが良くなっていた。もし K が S と共犯であれば、S が、鑑別所にいる間の脅迫症を出すこと、事件関連の30代の男に関する目撃証言や電話の声の証言、第4現場の盗難車に残されていた女性物のイヤリングにもつながる。警察は、 捜査を進めるも、K を、白と断定した。K は急に金回りが良くなった点について、外国のパトロンがついたと述べている。府中市に住む、運転手であった容疑者は、事件当時は25歳。住まいや、過去の運転手の仕事から各現場の地理に、精通していること、血液型が、脅迫状の切手と同じ B 型、タイプライターを使う能力を持っていること。 友人に送った手紙が犯行声明文と文章心理が似ていること、モンタージュ写真の男と告示していることなどから12,301人目の容疑者候補として浮上。しかし、脅迫状の筆跡が異なっており、金回りに変化がないことから、警察は慎重に捜査をすることとしていた。発生から一年後の百六十九年十二月十二日、毎日新聞が、 本人の顔と本名をモンタージュ写真に F の顔を合成するなどして犯人死する報道を展開。このため警察が逃亡を防ぐとの名目で別件逮捕。新聞各社も容疑者聴取へなどと実名報道で書き立てる。ところが本人が場所を記憶違いしていたながらも事件当日に面接を受けていたアリバイが報道を見た会社の面接担当者からの連絡で証明され、 完全な白として釈放された。しかし、警察に容疑者として逮捕された上に、新聞各社が犯人扱いで、学歴、職歴、性格、家庭環境までこと細かく暴露。このため本人は職を失い一家は離散。さらに、その後も、真犯人の見つからない中で、3億円事件の容疑者として逮捕されたとの世間の偏見と、 事件に関するコメントを必要に求める、マスコミ関係者に悩まされ、職を転々とし、2008年9月に自殺した。日野市の電気工事会社を経営する3兄弟。事件当時は、上から31歳、29歳、26歳。大きなガレージ風の物置があり、オートバイの偽装のための塗装がしやすいこと、次男がオートバイマニアの不良グループに属していたこと。 看板店の営業経験があり、塗装技術があること、事件前に発煙筒が付けられた車を購入していたこと、兄弟の一人が事件前にハンチング棒を被っていたことが怪しいとされた。しかし、車の発煙筒やハンチング棒が事件のものと異なること、事件の4日後に借金していたことなどが判明。その後も警察は、日野市三兄弟を捜査するも、事件と結びつかなかった。 不動産会社社員。事件当時は32歳男性。事件前に金に困っていたが、事件後に、金回りが良くなったこと、東芝府中に勤務経験があること、姉が東芝府中に12年勤務していること、自動車の運転が巧みなこと、モンタージュ写真の男と告示していることが怪しいと、された。しかし、事件当日に、杉並区から横浜に車で行く途中で非常検問に、 引っかかったことからアリバイが出てたこと、金回りの変化については不動産売買で1600万円を入手したことが明らかになったことから容疑者から外された。以下 P3 億円事件から13年前の1955年に銀行員一人を仲間にしたり仲間の一人が刑事を装うなどして千代田区にある銀行の現金輸送車を襲う計画を仲間3人と実行。 この事件ではすぐに逮捕された者の計画性や発想が3億円事件と類似するものであった。P は出所後に刑務所の中で知り合った友人に今度は1年がかりで大きなことをやると三億円事件発生後に土地や住宅や会社を購入して金回りが良くなったため容疑者として浮上。しかし金回りに関しては 不動産会社から合法的な資金提供を受けたことが判明した。ハワイへ移住し、マンション暮らしをしていたことが分かった。後にハワイで病死した。事故成立後、3億円事件犯人を自称する人物が何人か登場している。テレビ等で事件が取り上げられることが多いのが原因で、時期は事件発生時と同じ12月に集中している。なお、 当時の担当刑事によると事件の際に発煙筒が通常通り点火しなかったが犯人は通常とは異なる手法で発煙筒を点火させていることが遺留品から判明している。またジュラルミンケースには現金、ボーナス袋の他にある特殊なものが入っていたという。発煙筒の特殊な点火手法やジュラルミンケースに留置されたものは一般発表されておらず。 捜査関係者と真犯人しか知らないはずである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。